びっくりしたよ。まさかこんな時間に人がいるとは思わなかったから。だから僕ってっきり。幽霊は幽霊の話をすると寄ってくるらしいから、絶対に幽霊の話はしたらダメだよ。わっ、どうしよう、どうなるんだろう。うぐー、またドキドキしてるよ。違うよ。そんなことしないもん。なゆきさん、起きなかったかな。どうしよう。なゆきさんってすごいよね。おやすみなさいって言ってから2秒くらいで寝てたよ。そうだね。どうしたの？夢？僕も見たよ、夢。昔の夢だったような気がする。よくわからない。出てきたからきっと7年前だよ。どうしたの？偶然だね。木があったよ。でっ
外気だったよ。そんなことよりも、トイレ行かないの？誰にだって苦手なものくらいあるもん。お待たせ。できるだけ早く出てきてね。待っててあげるから、できるだけ早く出てきてね。うぐー。そんなことないもん。直線距離なんて関係ないもん。5秒。1分。約束。遅いよ。どこ行くの？え？
って。いいよ、もう眠くなくなったから。それでどうしたの？何かあった？僕が作ろうか？できるよ、料理くらい。僕頑張るよ。エプロン借りるね。切れない。この人参逃げるんだよ。押さえてるよ。もう一回やってみる。また切れてない。
くぐー。あるもん。2時間。小学校の調理実習の時に2時間。ご飯とお味噌汁。ご飯とお味噌汁。僕、頑張るから。切れた。これを一度別のお皿に移して、その間にお鍋でお湯を沸かして、沸騰したら切った具を、どうしたの？え？どうして？人参の葉っぱって食べられないの？でもこういう場所にこそ栄養がたくさん隠れてるかもしれないよ。もしかすると。がん予防とかの思いがけない効果もあるかもしれないし。食べられるものだったらきっと大丈夫だよ。うん、問題ないよ。最後にお味噌を入れて完成。どうしたの？だしって何？味がない。だしって大切なんだね。どうしよう。ちょっと薄味だけど、飲む？ふぐー。
ご飯はちゃんとできてるよ。普通だよ。あ、待って。僕、まだ頑張る。完成したら起こすよ。